薩摩川内市の市街地をとうとうと流れる川内川は、昔からこの地に暮らす人々に時には恵みを、時には厳しさを見せてきた川でございます。晩秋から初秋にかけて町中に霧が立ち込め、町は神秘のベールに包まれます。霧が集まり海へと向かって流れていく、まるで川から現れた竜が霧の中を舞い上がり海へと消えていくかのよう、この現象は川内川嵐と呼ばれ、これからこの地の観光の目玉となっていきますように、日本でたった3例しかないこの貴重な気象現象、川内川嵐を天の使いと書いて